はいはいはい、皆さんこんにちは、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、まあなんか的外れなコメントとか結構多いんで、まあなんて言うんだろう、人を傷つけるような感じじゃないですけど、まあはっきり言って鬱陶しいコメントが多いんで、まあそれに対してまあ反論つうか、まあちょっと僕の意見言っていきたいなと思います。まあこれ多分ね、見てて、まあ、気分悪いかもしれないんで、全然ね、動画見なくても全然構わないんで、消してください、そんな人はね。はい、じゃあちょっと1問目からね、言っていきたいと思います。結構過激っすよ今日はね。はい、1問目いきます。はい、こちらになります。はい、ですね、読んでいくとですね、そんなこと話題しなくていいでしょ。まあそうなんですけど、まあ結局 CS 始まるまで結構時間あるんですよ。だからこっちもこっちで、まあ、ネタとか考えるの結構しんどいっつうか、まあ結構頭使うんですね。だからそんな時期とか言い出したらもうキリないと。じゃあ見なくていいよと。もうそんなでね、気分高めてる時でしょって。そんなん知らんねんと、そんなんこっちからしたら知らんねんって。まだ CS の初戦のファーストファイナルもファーストステージも始まってないのに、なんでファイナルの話すんねんって。誰がどこの YouTuber がお前それ話してんねんって。だからもう知らんけど、もう見るなよ、もうそんなやつは。もう別に見なくていいから、って感じで、まあこんな感じで答えていきたいと思います。はい、2問目いきます。2問目こちらになります。2問目ね。はい、そろそろ大物ゲスト呼んだらどうですかっていう。大物ゲストって誰やねん、まずマジで誰、大物ゲスト教えてくれ、誰なん、誰が見たいねん。で別に里崎さんとか高木さんとかわからんけど、なんかこう巨人 の, せあのなんかこう OB の方とか大物ゲストがそういう人なんだったらね、その人のチャンネル見ろよ、もう見るんだったらね。そんな大物ゲストそんな再々呼べへんのよ、こっちも難しいのよ、分かってくれそれは。でせいにお前漢字間違ってるし、普通に読んだらって、もうそこ直してからまず言ってくれ、ほんまに頼むから。はい、次いきます。3問目。偉そうな言い方が気に入らない。いやもう別にさ、別に偉そうかは偉そうか偉そうじゃないかは偉そうか偉そうじゃないかはさ、その人の主観やからさ、別に知らんけども、じゃあ見るなよ、気分悪いだったら。俺ねこれね、ほんまな、なんていうの、テレビとかでもそうやと思うけど、別にチャンネルさあるやん、このチャンネルでさ何個かあるやん、チャンネル別に見たくなかったら見んでええやん。 YouTube なんかもっとそうやん、死ぬほどいっぱいチャンネルがあるわけやん。見るなよ、じゃあ変えたらええやん。偉そうで不愉快やなやったらな。でできるだけ偉そうにならないように、自分で気をつけてるつもりやけど、まあ、それでなそう思うんやったらまあ仕方ないというか、まあ、僕が悪いんだけどそれはね。だけど全員がそういうふうに思ってるかって言ったら多分そうじゃないと思うし、だからそれはもう見るな、もう俺のこと見るな、見なくていい全然。その不愉快になったら、そんな時間やったら本読んでる方がいい、人と話してる方がいい、街出た方がいい、それやったら。まあそう、俺は別にみんなに疲れようと思ってないから、それ思います。はいはい、次いきます。これ何問目、4問目かな。だからさ、年内5万3万無理だってどう満入してるし、はっきりと思うんだよ。じゃあ見るなよ、じゃあ見るなよ。もうこいつら全員、こいつらって言い方あれやけど、もうみんなこういうね、なんかこう、まあ僕に対して、その、まあ鬱陶しいというかね、まあ、あまり、まあいい気分がしないコメントを送ってくる人っていうのは、基本的に、なんて言うんだろう。まあ、言い方悪いけど、ちょっとおかしいのよね、はっきり言ってね。じゃあ見るなよ。見なかったらええやん、別に。コメントせんかったらええやんって。俺正直 YouTube とか、まあ結構見るけど、まあ俺のこれ、あれを価値観を押し付ける形になるかもしれんけど、コメントとかしたことないし、正直。したことないし、その、したとしても別にその、多分やけど、その人に対して俺そんなこと言わないし、思んないとか、その、なんていうん、そういうコメント絶対しないし、だから、その、なんていうんだろう、別に常識を押し付けるわけじゃないけど、じゃあ見るなよ。
うん、見なくていいから、うん、全然で俺は別に年内5万人って言ってるけど正直自分でも分かってるよ、きついのはね分かってるけど口に出すのが大事だと思ってるから、うん、だから野球してた時でもプロ野球選手になりたいってプロ野球選手になるって言って周りに口にするそれが何なんで大事か分かるかなんで大事か分かるか周りがそれに対して認知するうん、それももちろん大事やけど自分を追い込むために言うのよ。うん。言わなかったら別に、全然大丈夫や。休んでも、何してても別に周りは何とも思わないから。だけども、自分がそれを言うことによって、例えばプロ野球選手になるとか、今年 YouTube チャンネルで登録者数5万人行くとか言うことによって、周りがそういう目で見るでしょ。だったら自分も頑張ろうと思うでしょ。休めないなって、こう思うでしょ。だからそれが大事なのよ。うん。だからできるできない。それはもちろん大事よ。それはできた方がいいよ。もちろん大事なんやけど、自分を律するというか、自分を追い込むために、言ってるっていうのもあるから、うん、それ分かって、うん、はっきり言って。だから、この方も知らんけど、会ったこともないし、見た、どんな人かも知らんけど、多分、自分の目標とか、夢とかを、口に出された方がいいと思います。はい。それをね、人が無理だとか言っても関係ないから、そんな。やるのは自分やから、うん、はっきり言って。うん。関係ない。人は関係ない。自分がやるだけ。イエス。はい、じゃあちょっとね、多分カロリー高いと思うんで、ちょっと軽く、ちょっとカロリー低めのね、低カロリーのやついきます。はい、5問目。ティマは早く試合が登録して1軍で使え。まあこれはね、この意見はね、わかります。僕もね。ただ、まあ今、サードというポジションでしょ？なかなか岡本選手が痛いとか、なかなかこう上げても、使えないというか、なかなかこう、使う機会がないってところがあると思うんで、それで、まだまだ上げてないと思うんでね。まあ、岡本選手が今年のオフなのか、来年のオフなのか、わからないけど、メジャーに行くでしょうから、そこで僕はほんまにスポット、ハマってほしいなと、思ってます。はい。はい、次いきます。次も低カロリーですね。はい、6問目かな。はい。解説ありがとうございます。先日テストが行われましたが、実名が出ていました。あ、他球団からの指名の恐れがありませんか。うん。あ、これ多分、テストのやつね。入団テストのやつね。はい。はっきり言って、どの球団もスカウトいっぱいいるんですよ。で、死ぬほど見てるんですね。うん。ぜひ見てみてください。そのスカウトの人がどういう仕事をしてるかっていうところね。見てみてほしいんですけど、めちゃくちゃしんどいですね、スカウトのって。だからそれぐらいめちゃくちゃ回ってるんですね。全国、つつ裏、どこまでも回ってるんですね。死に物狂いで。血真っ赤にして、目真っ赤にして見てるんですね。で、はっきり言って、まあ僕もそうでしたけども、テストに来る選手っていうのは、ある程度やっぱりスカウトの方見てるんですね。その上で、取るか取らないかってところなんですね。だからこれ、実名出てましたってところですけど、他球団のスカウトも分かってるんですよ。その選手がいるっていうのは。だけども、それでもリストアップしてないっていうところなんで、だから別にその指名の恐れとかっていうところで言うと、ないことはないと思うけど、でもその、ほぼないですよね。うん、リストアップしてないから。うん、だからそれぐらいの、そのレベルの選手が来てるってことですね。うん。だったら、そもそもテストなんか受けに来てないんで、その、ある程度やっぱ上のレベルになってくると、テストなんか受けなくても、調査票っていうのが届くんですよ。うん、プロからね。だからそれがあるんで、そういうのが来てない選手とかは行くんですよ。だから僕みたいに大学の野球部辞めてる選手とかね、どこもリストアップしてるわけない、できるわけないじゃないですか。大学の野球部辞めてんだから。うん。だから僕みたいな選手とかは、そもそもリストアップとかされてないんで、だからそういうところで入ったりできるってところですね。はい、7問目かな。あと2問いきます。はい、7問目。育成1位で1年目にイースタンで首位打者になった山下外野手はどうでした？なんかね、この、なんて言うんだろう。未だに勘違いしてる人なんですね。はい、はっきり言うと。まあ、どういうことがあったかっていうと、この山下孝太っていう選手がいたんですよ。巨人にね。素晴らしい選手。で、まあ、僕が SNS に書いたのが悪いんですけど、まあ、彼が、ちょっと迷ってる時に、巨人に残るか残らないかっていうふうに迷ってる時に僕が、まあその彼の実力があれば、まあ他球団にね、行ける。で、彼も他球団に行きたいというかね、僕、自分がもっと評価される場所に行きたいと思ってたんですね。だから僕が、まあ助言として、まあ、
あの山下浩太浩太ぐらいの実力があるんだったら他球団にも行けると思うから、あ、そういう挑戦をしてもいいんじゃないかみたいなことを僕は言ったんですよ。でそれを SNS に彼が、その移籍する前かな、移籍するとかこうそういう表現した時かな、公表した時かな、忘れたけど、それ言ったんですよ。 SNS で書いてしまったんですよね、 X かなんかで、うん、彼にこうそうやって相談持ちかけられて、僕は他球団にじゃあ行くっていう選択肢を取った方がいいんじゃないかみたいな、ことを書いてしまったんですね。まあそれ書かなかったらよかったんですけど、まあ書いてしまったんですね。でまあ結局彼はまあこれもまあ YouTube ではもう言えないんですけど、まあいろいろあったんですね、球団といろいろあって結局選ばれなかったんですね、取られなくて、で社会人行ったんですね。で、まあそのまあ僕がなんていう促したせいで山下浩太が巨人から出てって他の球団にも行けなかったみたいな感じで、まあちょっと叩かれたんですね。うん。でまあ僕が書かなかったら良かっただけの話ですけど、まあはっきり言ってこの佐々木達夫さんですか、知らないけど、そんな例えば大事なことを決める、大事な進路を決めたりとか、大事なこう決断をするときに、まあいろんな人に意見聞く、まあこれよくあるじゃないですか。でじゃあ一人の意見を全部鵜呑みにしますか、しないでしょ。結局いろんな人の意見聞いて自分の中で噛み砕いてしっかり考えてから最後は自分で決断するでしょ。彼もそうなんですよ。だからはっきり言ってその無知というか、もう、これ表現悪いけど、頭悪いんや、だよね。本当にはっきり言うと。うん。俺が言ったから彼がやったっていう思考にならんやろ、普通に。うん。彼ぐらいの頭良くて素晴らしい選手だったら、自分で考えて決断するから。うん。で、彼自身も親でやったりとか、もっとその近い人、うん。例えば高校の恩師とかにも多分聞いてると思うのよ。でその中で自分で他球団に行くっていう決断をして、やってるわけだから、彼自身との僕関係も悪くなってないし、今でも電話したりとかしますし、まあこういう質問してくる人はもう正直言って、うん、バカなんだろうな、バカっていう言い方あれだけど、まあなんかこう考えてないんだろうなって、なんかそのちゃんと考えてコメントできないんだろうなっていうふうに思います、正直言ってね。うん。だからまあ要するに何が言いたいかっていうと、ちゃんと想像して言ってくれって感じですね。はい。こっちの、本当の、まあ、これほんま YouTube 言った方がいいと思うけど、うん、マジで、まあ、いろいろあったんですよ。本当にジャイアンツとかといろいろあって、で、それで他球団が取らなかったっていうのがあって、で、彼は社会人行って今、まだ野球続けてますけど、まあ、SNS には書かなかった方が良かったかなとは思います。はい。で、ラストいきます。なぜ育成止まりだったんだろう君は。あ、知らんて、そんなんね、知らない。自分が下手だったからだと思いますと。うん。で、多分この人西村さんかな、知らんけど、さっきの人とは違うか知らんけども、多分この人が言いたいのは、育成止まりの君がなんでこんな語ってんだろうっていう多分ことだと思うんですね。でもうね、もう本当に考えてくれって、自分の頭で本当に考えてくれっていつも思うんだけど、じゃあ実績が出してる選手、例えば実績が出してる選手とか、まあ別にその他のことでもいいよ、なんかのコメンテーターとかいっぱいいるじゃん、テレビ見ててもね。じゃあその例えばその発言者が、その発言される人に対して、人と比べて、例えば実績が上回ってないと絶対発言できないかって言ったらそうじゃないでしょ。例えば大谷翔平選手めちゃくちゃすごいですよね今。うん。で例えばコメンテーターねたくさんいますよね。じゃあそっちの実績と比べたらどっちの方が上ですかって言われたら大谷選手の方が絶対上ですよね。じゃあその、結果をね、大谷選手より出してない人が大谷選手に対してコメント、例えば批判的なコメントとか、できないかって言ったらそうじゃないでしょ。うん。そんなんやったら世の中成り立たないでしょ。例えば、立場の上の選手というか、まあ、立場の上の人に対して、まあ、その人より低い人たちが、物を言えないという世の中になったら、どうですか？おかしいと思いませんか？うん。そういうことですよ。だから、多分、この彼が言ってるのは、西村さんが言ってるのは、そういうことでしょ。僕が育成で、活躍もせずに、クビになってんのに、なんで巨人の選手に言えるんだって、偉そうに言えるんだってことでしょ。
うん、でまあそのまあ逆に言えないとおかしいと思うし、うん、逆にね、民主主義、まあそういう自由主義、もういろいろあるけども、だからそういうのを言ってる人っていうのは本当になんて言うんだろう、多分自分での頭で考えてないだろうなと思うし、うん、まあ僕はそういうのは相手にしないんで、全然この西村さんも見なくて、僕のこと見なくて結構ですし、全員に好かれようとも思ってないですし、届きたい人、届けたい人に届けばいいと思ってるんで、うん、たくさんチャンネルあると思うんで、ジャイアンツのチャンネルもたくさんあると思うんで、ぜひね、そちらの方に、移っていただければなというふうに思ってます。はい、そんな感じで今日ちょっとね、多分刺激的だったと思うんですよ。うん、まあいろいろコメント見てるとね、本当頭の悪いというか、頭の悪いという言い方はあれだな、適切な表現はちょっと今パッと思い浮かばないですけど、やっぱりこう送る前にですね、あ、どう思われるだろうとか、自分はどの立場で言ってんだろうとか、あ、この発言本当に大丈夫なんだろうかっていうところを確認して送った方がいいと思いますし、ちょっと僕、心配になりますね。こういうコメントを送ってくる方には。うん、はっきり言ってね。あ、全員じゃないですよ。全員じゃないですけど、今日取り上げた8問ぐらいありましたけども、全員じゃないですよ。全員じゃないですけど、なんか本当そういう風に思うんで、多分ね、送る前に一回考えた方がいいっすよ。本当に。うん。こういう人らのコメント以外にも、もっと多分誹謗中傷みたいなコメントあるんですよ。だけど、多分 YouTuber 側が勝手にブロックするんですよ。僕がしてるわけじゃなくて、勝手にこう、自動的にこう見えな、僕が見ようとした時に見えなくなってるんですね。そういう風に YouTuber 側もね、いろいろ対策を立てたりするんで、もっとひどいコメントとかあると思うんですけど、まあそこはね、見えなかったですけど、まあ今日見た中でも、結構的外れだなというか、多分ほんまに自分で考えて、ちゃんと考えてから送ってないんだろうなみたいなコメントがたくさんあるんで、まあそんなん正直、気にしなくていいとは思うんですけど、まあちょっとね、まあエンタメというか、まあそういった形もちょっといいかなと思って、別に僕そんな怒ってないですよ。怒ってないですし、あれなんですけど、まあちょっとこういう企画も、過激な企画もね、面白いかなと思って今日ちょっと撮らせてもらいました。はい、てな感じで、まあちょっと気分悪くした方、もしいらっしゃいましたらすいませんでした。うん、ちょっとね、これの反応によって、またね、ちょっとこういう企画、ちょっと過激というか、するのかしないのかっていうのを決めていきたいと思うんで、ぜひね、コメント欄でいろいろ教えていただけると嬉しいと思ってます。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。今後もどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。